お集まりいただいてありがとうございます。結論は請求棄却で原告敗訴ということでした。私の名前は、私が生まれて2ヶ月に亡くなった父が塚本京子とつけてくれた非常に大切な名前なんですよね。これがどうして結婚したら相手の名前にならなければないんでしょう。どちらでも選択したい、別姓でも同姓でもどちらでも選択できるようにしてくださったら良いと思いますけれども、私の名前は何でしょう。またこの判決で、私の名前はどこへ行ったの、私の名前欲しいって心の中で今叫んでいます。その判決理由の部分で今まで民法の上で出てきたような判決を超えるような感じのこう斬新な考え方っていうんですかね、そういうのでもちろん今の社会の人たちで、特に私たちみたいな年代の女性が普通に抱くであろうような価値観だとか、そういうのにこう合致したような新しいものっていうのがなんとなく見えてこない判決だなと思いました。民法750条というのは条文の規定自体には女性の方だけが氏を変えなくてはいけないと書いてあるわけではないんですが、条約の中に間接差別という考えがあります。これは女性差別撤廃条約の中でも中心的な大変重要な考え方です。どういうことかと言いますと、ある規定が男女中立に見えても、それがあることによって結果的に女性だけが利益を侵害されている、人権を侵害されているような状態があるときには、これは条約上の差別になるという考え方です。例えば日本の場合、この社会慣行とか意識のために女性側だけがそれまでの氏を変えることに結果として強いられている。でこれを改廃するようにということを、女性差別撤廃条約の条約機関というところから日本が言われ続けています。でそれをそのまま放置していることが今回、立法不作為で、そのために国家賠償を請求しますというのが今回の原告たちの主張の大きな柱の一つでした。簡単に言いますと、この条約に入るときに日本は、この条約は法律で具体化しない限り、そのまま個人の権利を保障したものではないという理解で入ったんだと。ところが これまでこの女性差別撤廃条約を少なくともこの夫婦別姓に関して具体化する法律はできていないと。だから裁判所はそういう具体化法律する法律がない限り裁判所としては適用できないんだと、こういう理屈で今回国家賠償法上の損害賠償が認められるかどうかという判断をいわば避けました。で条約というのは実はその日本という国家が入っていまして、誰が実行する責任があるかというと、政府と国会と司法、裁判所の3つの機関です。簡単に言うと、たらい回しのような状況が起きているわけです。政府は国会が法律を作らないといけないと言い、裁判所は国会が法律を作らないと適用できないと言い、で法律が変わらないためにずっと苦しみ続けている原告たちが裁判所に救済を求めると、国会が法律を作らないから適用できないという、どこへ行っても救済されない、責任のたらい回しのような状況が今回、善にされてしまったわけです。